羽ばたく背中に地流をある限り、わしには逆らえぬ。わしの思いのままへ。天聖は俺の手に、天聡星は黒曜丸となって復活した。闇の五行星残るは三つ、天道星、天中星、そして天義星。その天義星はこの日本海に落ちた。あれは呪法のための呪陣だぞ。コウマの呪法だと？同期が五行星にコウマ転生の呪法をかけた場所。そして五番目の天義星が落ちた場所だ。天義星が？すべて計算の上か。どういうことだ、カブト。同期は自分自身に天義星を落としたのだ。なんだと？ん？見られている。クソ、どこだ。ヒリュウ、ザック。ハハ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 ハ。奴の目が光ってたとなると、ここに長居は禁物。
嫌いだ。動力を止めろ。わかった。やはりあれはこのリュウマンジ戦の動力音を狙ってくるのだ。でもこれじゃ動きが取れないよ。まったく驚くべき数だ。くそ、叩き切るわけにはいかねえし、どうしろってんだ。あの音。近づいてくる。戦が沈むぞ。青龍、リュウゼッカを。ダメだ、今の攻撃で発射装置をやられたらしい。くそ、やっぱりダメだ。不死身だ。また不死鳥のごとく蘇る。あ、黒曜丸、あの野郎、よくも。やめろ、青龍。なんでだよ、カブト。あの野郎が龍魔寺せよ。同期に操られている黒曜丸は天柱星を目指している。天柱星。室か。誰にも気づかれなかったようだな。大した船じゃねえか。こいつを同期が操って言いやがるのか。五行星の守護魔人、転送星が乗り移っている。じゃあこの船のどこかに。だけじゃない。同期は他の五行星の魔人たちも手に入れるつもりだ。ふざけるなって。この俺がそうはさせねえ。この船が他の五行星のもとへ案内してくれるさ。面白い。いいだろう、船旅を楽しむさ。黒夜叉のやつら乗ってねえだろうな。おいら、ちょいと様子を見てくれよ。やめろ、青龍。下手に騒ぎを起こさん方がいい。え、だって。そう長い間待つわけでもない。
方位もぴったりだ。どうやら俺たちと同期の狙いは同じようだな。あれだ、この船が目指していたものは。おい、城じゃねえか。ってことは、あの城は。そうだ、あの城の中に五行星の一人、天柱星を飲み込んだ者がいる。あれは、バンクス城だ。バンクス城？そうか、あの城がバンクス城か。上杉謙信が朝鮮出兵の先陣として建てた城だ。すんげえ構えだ。しかし10年前、朝鮮の大軍に攻め込まれ城は落ちた。城主蛇津半兵衛も首をはねられ、今は人の住まぬ無人の城。面白い、早速乗り込もうぜ。待て。大した数じゃねえな。やつらも天柱星を狙っている。急ぐぞ。やつらは正面から入るつもりだな。どうあってもやつらより先に天柱星を見つけ出さなきゃならん。よし、あそこから侵入だ。よし、オイラも。城の城主蛇津半兵衛はカラクリ半兵衛と異名を取った男だ。カラクリ半兵衛だと。この城には外敵の侵入を防ぐ罠がそこら中に仕掛けられているという。カラクリ罠ってわけか。みんな気をつけろ。誰もいねえ。やっぱり無人の城か。入り口はあれ一つだ。よし来た。気をつけろ。清流、気をつけろと言ったろう。落ちたらお打仏だぜ。
そこをちゃんと渡れれば問題はねえわけだ。待て、あれも罠かもしれぬ。したぜ。この奥がいよいよ城の中。見捨て場のようだな。冗談じゃないぜ。あんまり長居したくねえところだってな。確かだな。気をつけろ、何かいるぞ。何？おい、あそこが出口じゃねえのか。ああ、どうやらそうらしい。行くぞ。こんなとことさっさとおさらばだ。わからん。このゴミ捨て場に長年のうちに妙なものが育ったか。願いは無用だ。さすがに追ってこねえな。怪我はないか、青龍。大丈夫、ピンピンしてら。まったくとんでもねえ化け物がいるもんだな。あれもからくり半兵衛の仕業か。いや、天中星だ。天中星が降臨したことによって、その力でこの城の悪霊どもが活性化したのだ。くそ、天中星め、どこにある。
ここに嫌がる。天中星は本当にこの城にいるのか。静かに音を立ててはならん。この城には音を聞きつけたが、最後何者の体をも砕くタジモンというからくりがある。ここは多分そのタジモンの通路。黒曜丸か。しまった、タジモンだ。前からはタジモン、後ろからは黒曜丸か。どうするカブト。天中星はなんと半兵衛の鎧に宿っていた。昆風機で天中星を捕らえようとしたその時、扉を叩く音がする。再び天宗星宿る黒曜丸が現れたのだ。次回カラステング兜、死闘兜対天宗星。